今台湾である吉田さんが人気を集めています。でも吉田さんって一体誰？その秘密を探ります。你好，你好，你好！干杯！干杯！干杯！没有，因为是说，因为只要是喜欢日本的，哇，好开心哎！这是虾子，所以你们看到这个。海老、海老就就看得懂吗？是不是？虾子的意思。吉田さんがカツオをお皿に乗せてから薬味を乗せるという食べ方を説明し、それに習って今召し上がっています。好吃，好吃，谢谢，谢谢，谢谢。いよいよ日本酒を頼み始めます。啊，好吃，真的好。彼らが求めている情報っていうのを的確にどこよりも早く提供できているのかなと、自分たち独自の、エッジの効いたものを自分らで作っていかなきゃいけないなとは思ってます。訪日客の消費が物からことへ移る中、こうした誰に紹介してもらうのかという要素が重要になっています。今回も Facebook などの SNS を通じて吉田さんに会いたいという人が集まりました。今後はこうしたインフルエンサー型の消費がインバウンド消費の鍵を握るかもしれません。